かわいい。久しぶり。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいいっぱいさ、あの、なんだっけ、うん、質問とか、うん、たくさん来たよね。いっぱい来た。びっくりするくらい来た。うん、私もいっぱい来た。でもね、あれだったよ。ゆうこちゃんとなんで仲良くなったんですかとか、きっかけ教えてくださいとかがすっごい多かった。確かに。でも実際のところ私たちもあんまりきっかけ覚えてないよね。思い出そう。何だったっけみたいな。ちょっとさ、もうちょっと待ってみる？始まったばっか。確かに。わかんない、みんな。もうちょっと待ってみる。お、あ、ムーニャンが見てくれてるよ。あ、そう。みんな見てくれてる。でも元気そうだね、嬉しい。うん、元気ね。本当だったらさ、 TGC とかもさあるしさ。そうだね、るのにね。うん、うん、しょうがないね、それはもう。うん、また会える日を楽しみに頑張るしかないね。うん、あ、集まってきたかな。いい感じ？いっか。うん。ということで、はい。今回は、私とバリエッティがね、はい、インスタで事前に募集した質問があるので、それに答えていこうと思います。イエーイ。コメントはね、マリエッティがちょっといろいろと、うん、あの、拾ってくれる約束だから。うん、ピックアップする。お任せします。お願いします。はい。じゃあまず1問目。あ、あれ書いてくれてるの？ゆこちゃん。そう、書いてる。ありがとう。ありがとう、ありがとう。一気にまとめました。お、ありがとう。そう、ね。うん。お互いで、まあ、最初さっき言ってた、きっかけあったきで、仲良くなったきっかけ。これなんですよ。で、マリエってすっごい若かった記憶があるんだけど、初めて会った時とか。15、6じゃない？そうだよね。そうだよね。じゃないかな。マリエッティ、あれ何個違うんだっけ？私、今年27になるけど。え、そうなの？え、そうだよ。マリエッティいくつ？今年。今年、早生まれで1月生まれだけど、23の年だけど、22歳今。え、そうでしょ？年の差よね。そっかそっか。ね、でも、ゆうこちゃんの方がお姉さんなのはもちろん分かってたけど、いや、でも、にしても15歳とか若い頃からすっごい大人っぽくて、結構年、なんか4個ぐらい離れてるのに、そうだよね。絶対なんか年の差を感じなくて。いやいや、年の差を感じさせないよ。壁をさ、作ってくれ、あの、作らないで接してくれたゆうこちゃんがさ。いやいやいや。本当にあの、なんかもう大人っぽくてめっちゃ、同い年と喋ってるのかなぐらい、安かったのは、記憶がある。最初会ったのはいつだろう？ TGC かな？なんか TGC とかだよね。ねえ。なんかそう、いつも見てたし知ってたけど、はじめましてみたいな感じで。そうそうそう。喋ってね。TGC は。そうそう、マリエって恐竜じゃとかやってたよ。じゃあ15歳だ。ねえ。そっか。懐かしい。やってたよ。だって私がお酒飲めてない時ご飯行ったりとかしてたもんね。うん、言ってた言ってた。そうだそうだ。結構もうそれで言うと長いお付き合いですね。そうだね、本当だね、長いね。うん、てか15歳だったんだあの時、なんかそんな感じだよね。うん。まあじゃあどんどん行きますね。今回30分しかないから。はい、あ、そうそうそう、30分までなのね。そうなの。次、第一印象。だから大人っぽい。もう、え、第一印象ってどういう感じで表現したらいいんだろう。もう笑顔がもう眩しいってぐらいな、なんかそんな感じだった。マリエッティはだけどね、それはなんか笑顔の人っていうイメージだった。マリエッティ、私はもう全く同じまあ同じだったっていうことですね。第一印象は喋りやすい、明るいイメージ。あ、そうだね、そうだね、うん、そういうところもあったね。とってもサバサバしてるなって思った、ゆうこちゃん。あ、そ、言われるでしょ。でも、うん、今もそう思うけど、うん、サバサバしてるなって、かっこいいなっていうイメージ。
ほら、嬉しい。さわさわでした。です。です。次。あ、ステイホーム。これ、マリエッティからもらったやつだ。ステイホーム中に、ハマり出したことありますか？ハマり出した。ハマり出したこと。私はね、なんか朝いつも朝からそうがっつり食べる、あのご飯おにぎりとか、撮影だったらおにぎりとか唐揚げとかさあるじゃない。そうだね。がっつり食べる派だったんだけど、最近はなんかすごい少なめにねしてるの。なんかヨーグルトとかフルーツとかにして、うん、っていう生活をステイホームの時にしてて、すごい体が楽になって、なんか朝ごはんは軽めに食べるっていうのにハマってるかな。確かになんかモリモリ食べそう。すごい食べちゃうんだけど、いつもおにぎりとかも大きいのさ2個ぐらい食べちゃうんだけど、あれ美味しいもんね。朝の美味しいよね。いいよね。そうそうそう、食べちゃうけど最近は少なめにしてるっていう、なんかそれがなんかコロナ太り。あ、言われてるよね。あ、言われてるじゃない、うん、ちょっと気をつけながらね生活してる。そうだよね、本当に、うん、コロナ太りはね、出来ですよね。そうですよね。ゆこちゃん、何かありますか？なんだろうな、コロナ中にハマったことは。あ、でもそれこそ、うん、お風呂により長く浸かれるようになったかも。うん、今まで早かったの、出るの。お風呂に浸かるっていうのはすごく大事にしてたんだけど、うん、なんかね、長時間っていうか、なんかまあちょっと長めにとか、なんかお風呂時間っていうのをこう有意義に、今まで割と過ごしてたつもりだったけど過ごせてなかったんだなって改めて思ったから、うんうん、そうだね。そう、お風呂ゆっくり入るのいいなって思う。なんかすごい、なんかこう心なしかちょっと規則正しい生活ができているなっていうのは確かに。あ、でもね、いやでも規則正しくもないんだよね。そう、結構夜更かししちゃうんだけど、しない？え、しないしない、ちゃんと。でもね、逆に起きれない。起きれないの？早く寝るのも早いし、起きれない。起きれないんだ。8時とかに目覚ましかけたりして、起きれる日もあるけど、うん、意外と深く眠っちゃったりね、してね。そうなんだ。通常に戻すときちょっと大変だなって思う。いや、そうなの。私はちょっと不安なってからね、あの、起きれるかだけ不安。だよね。そうだね。かなー。頑張んないと。そうだよ。でもこの間いろいろ質問したら、みんな朝早く起きるコツ教えてくれたから、ちょっと試してみようと思う。何それ？はなんか朝日を浴びるのがやっぱりすごくいい。ああ、なるほどね。 それいいよね。私もちょっとカーテン開けて寝てる。ああ、ね、そうやってるって言ってた。俺でも起き寝ない。ねえ、難しいね。睡魔に勝てないのよ。勝てない。あと、あの、比嘉愛未さんがすごい、うん、あの、伸びをして、あと、うん、大きい声でおはようって言うといいって言ってた。おー、なるほどね。うん、へぇー。ちょっとやってみます。試してみてください。一人でおはようって言うでしょ。そうだよ。自分自身におはよう。あの、自分自身にね。そう、自分自身におはよう。じゃあ、私、ゆうこちゃんに向かって言うね。あ、そうだね。気持ちはね。誰かに言ってみよう。ゆうこちゃんおはよう。ゆうこちゃんに向かっておはよう言うね。待ってるよ。次の質問いきますよ。はい、お願いします。次は、あと、お互いの、うん、好きなところは何ですか？え、何？褒めちぎ、お互い褒めちぎってくださいって質問来てたんです。そういえばってことみたいですね。好きなところ、うん、全部です。なんだそれ、褒め、恥ずかしい。どこかな、もう全部好きだよ。顔も好きです。みんなそうだと思うけど、今みんなのなんか気持ちを代弁したと思うんだけど。いや笑顔が好きです。いや、でも私も同じく返しますよ。なんか、いや、なん、どこかな、どこも好きだけどな。でもなんか、うん、そうだね、一つに絞れないけど、でも確かに全部といえば全部。でも特に好きなのは、なんかすごく自然体なところかな。すごい、恥ずかしいなこれ。自然体だよね。まあそういうところが好きかな。ちょっと恥ずかしいから次の質問いくね。はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。質問してる方。次。あ、そっか、これはもういいでしょ。次は、うん。おうち時間何してるか気になります。これ一番多かった。ね、何してたかな。でもさ、家で左右作ってたよね。うん、あ、そう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 。15分かけてね。ね。時間かかるんよ。お左右。15分。そうね。なんか左右ってあったかいお湯を冷ませばいいってものじゃないんだよっていう。それは本物の左右じゃないんだよ。ね。なんか、グツグツさせて15分間ね。やるんだって。うんね、15分もグツグツさせなきゃいけないってみんな知らないと思う。でもそれってやっぱね、まろやかさが全然違うんですよね。ですよね。違う。でも水、なんていうの、普通のお水でいいんだもんね、うん、もうグツグツ。なんでもいいよね、うん、水。そうそうそう。グツグツってる水は。うん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 。やっぱいいよね。いいと思う、ね、お肌に。あ、まあ、でも、ステイホームしてさ、メイクする機会が本当に減ったじゃない。減った。だからスキンケアとかに、うんうん、もう、いつもはしないパックをしたりとか。あ、してるの？えらい、うん。炭酸パックとかしたりとかしてる、一応ね。ああ、一応ね。時間と手間がかかったりするものは今でもね、本当にやる。うん、今。なんか、ネットショッピングしたことないのね。うんうん。で、母親にやってもらうんだけど、これ欲しい、これ欲しいって母にね、送ると、あんたどんだけ癒されたいのって、ね。何を買ってるのか気になるわ。ここと、そうね、ここぞとばかり、癒しグッズを求めて、まあね。あとなんか、ストレッチポールとか買ってさ、あー。なんか、いつもやんないことやってるかもね、確かに。健康になれるように。そっかそっか、鍛えたりとかし、そうね。私もひたすらストレッチ、筋トレ、筋膜リリースばっかりしてる。してる、うん、なるほどね。だからその美貌が。いやいやいや。筋膜リリースってさ、すごく痛くないあれ。はい、本当に痛い。本当に叫ぶほど痛いけど、うん、でも我慢した先に、うん。何かあると信じて毎日やってる。なるほどね。そうだよね。やっぱやんなきゃダメだよね。蓄積しちゃうもんね。いや、そうなんだよ。私、むくんだりとかするから、うん、そのむくみを撃退するためにひたすらほぐすっていうことをしてる。皆さん聞きましたか？筋膜リリース。ゆうこちゃん毎日やってるそうですよ。ちゃんとやらないと。あとね、足パカ、足パカ。足パカって何？なんかね、こう足、寝っ転がって足をこうやってパカパカする。うんうんうん、こう普通にパカパカしたり片方だけパカパカしたり、あとこう、うん、こうやって交差させたりとかして、うん、っていうパカパカトレーニングが、なんか足パカのトレーニングがあるんだけど、それがすごい。それいいの？足パカのね、うん、足をね、なって寝てパカパカしてるだけなのにすっごい汗出るの。滝汗。滝汗？滝汗だよ。あと腹筋もつくし、うん、足の筋肉も鍛えられるからすごくいいです。皆さん、足パカ。足パカね。そう、なんかその最近やっぱりコロナの影響でなんかすごいたくさん動画とかさ、うん、アップしてるじゃない皆さん。そうだね、ありがたい。検索するといっぱい出てくるから、なんか自分の好きなやつ見つけて足、まあ足パカってやったらすごい出てくる。パカトレーニング。足パカなんかとさ、踊って毎日踊ったら15分間踊ったら痩せるみたいな、なんかある、そういうのもある。ああいうのもあるよね。一人でやってるよ、お家で。嘘、私さ、あのダンス踊ったらすごい変になって、なんか、そうだよね。恥ずかしいってなって。恥ずかしいよね。誰も見てないからいいかなと思って。いや、そうね。自分で楽しいっていうのは大事だね。うん。確かに。次。はい。あ、マリエッティって誰がつけたのっていう質問があったんだけど。確かに、マリエッティって誰がつけたの？私も気になる。誰？よーか、んー、でもね、なんか、あれから来てるのよ。これ初めて言うかもしれないけど、うん、あの、もう誰もが知ってる、あの、ジブリ映画の、仮暮らしのアリエッティから来てると思う。え、そうなの？あのね、映画が公開されてから、マリエッティって、なんか中学
ークの先輩とかに言われたりとかしてた。そうなんだ。うん、知らなかった。マリエッティから来てるの。マリエッティは、そう、もう本当にね、自分から名乗らなくて もうみんな言ってくれるし、共演者の人とかもみんな言ってる、マリエッティって、ね、なんで知ってるんだろうと思って。知ってるよそりゃ。そう、マリエッティ好き、嬉しい、ね、あ、おもちゃの音がします。はい、今日はまだ暴れてないけど、ルーちゃん、ルーちゃんね、ルーちゃん、ルーちゃん。でも泣かないね、お利口だね。ワンってあんまり言わないんだよね。ゆうこちゃんのあの愛犬のルークくんだっけ、ルークくん、うん、ルーク、本当にゆうこちゃん似てるよね。似てないってなんかすごい利口だし泣かないし、すごい頭いいなって、すごいゆうこちゃん厳しくしてんだろうなって思う厳しいかな、まあ、厳しい時は厳しいけど、うん、ゆりちゃんが厳しいって言ってたよそう、まあ、厳しい時は厳しい厳しい時は厳しい次、はい、うん、マリエッティと共演するのはどんな作品がいいですか。この人いいよね、素敵だよね。え、共演したことないね。な、あるよ、千代さん。あそうだね、そうだね、そうだね、一瞬ね、私がちょこっとお邪魔したね。まあまあまあ、まあ、そうでした、共演してましたね、うん。でもさ、セリフなかったよね、私。お互いね、なんかこう、何、やりとりはなかったけど。そうだよね。うん。確かに。もうちょっと喋りたかったけどね。ね、いや、なんかあの、チアダンはさ、もう、最終話の、に私がゲスト出演したんですけど、ね、最終話の、みんながもう4ヶ月ぐらいかけてあれ撮影してたんだっけ？結構長かったんだよね。結構、うん、あの準備期間含めるともっとだけど、すごい。もっと半年ぐらいあったんだよね。うん、で、そんなすごいもう団結力がさ、もうほんと深くなって、絆も、もうすごい仲良しなんだなと思って、私行ったのさ、最終日のクランクアップの日でさ、もうみんなさ、うね、もう私倒すよ、一人、うん。もうみんなチームでできてるのにさ、ね、あ、あの、はじめまして、みたいな。いやいや、でも間に合って来てくれて嬉しかったけど。何役のいい手まりえさんって。クランクインでーすとか言ってね。そうだったね。そう。あ、すずが見に来てくれてたよ。え？うん。すずちゃーん。すずちゃん。そっか、すずとは共演したことないか。あ、バラエティとかではあるのか。うん、そうだね、顔、うん。顔見知りと言っていいのか。でも。そうだよね。うん。意外に。そうか。そう。かわいいってコメント来てた。嬉しい。私も。ありがとう。お姉さんの一枚のなんかやりとりで和んでる。ね。に、はい。うん。好きな果物は？果物？うん。何が好き、ゆうこちゃん。え？果物。果物言って OK。大丈夫？なし、なし、なし、なし。なんかいいよね、わかる。あの水分量多いフルーツ大好き、うん、美味しいよね、梨。梨ね、年がら年中食べれるようになってほしいっていつも思う。夏、あ、うんうんうん、そうだね、うん、私はな、なんだろうな、スイカ好きだね、スイカ。あー、イメージあるよ、なんかすごい食べてるの。スイカジュース大好き。美味しいよね、わかる、うん、あれもまただって季節もものだもんね。そう。でもそう、年中、年中行ってほしいけどね。うん、まあ売ってるけどやっぱりその時期の方が美味しいよね。うん。ね。ミキの高生さんも見てるよ。おら。ありがとう。ゆうこちゃん見たくて見てるんだな。恥ずかしいわ。そんなことないよ。高生さんの。次。あ、違うよ。共演するならどうですか？ああ、そうだ、全然違う。答えてないじゃん。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。じゃあ、ちょっと待って。でも、マリエッティと、なんかこう、うん、なんだろう、友達とかじゃなくて、もう、割と年離れてるし、兄弟とかもいけるよね。いけるかな？無理かな？嬉しいわ、私はすごい。みんな認めてくれるかしら？いや、なんでやねん。いいじゃん、なんかさ、なんだろう、
なんか4姉妹とか、なんか女の子だけの姉妹とか。すごい楽しそう。楽しそうなのがいい。ちょっとどなたか見ていないかな、本当に。お願いします。でも私、元カレマニア大好きで、もう毎週見てたし。見逃し配信でもちゃんとあの見てたし、あの現場とか行ってる時とかにロケバスの中とかでイヤホンしてこっそり見てたりとかしてたけど、いやでも私も見てたけどね。いやもっと17歳の世界でもう最高だったよ。あれ嬉しい、もう超泣いた。いや本当、いや私も見隠れ間に号泣したよ。ね、女子は結構すごい共感してくれる、女子だけかも、共感してくれる女子すごい多くて、私の周りでももう大好き。あの妄想シーンが本当にもう最高だね。懐かしい。あれ大変だった。集合って言ってさ、いっぱいいろんなさ、ゆうこちゃん来てさ。あ、似てた。いや、あの撮影すごい大変そうじゃない？うん、あの、慣れるまでが結構大変だった。カメラを一つにこう固定して、私だけが何回もこう着替えてメイク変えてってやんなきゃいけなかったから。やっぱそうなんだ。うん、皆さんを待たせてる時間。そうだよね。あれどうやって撮ってんだろうと思って、うん、あれはでもなかなか経験できない撮影だよね。え、隣に向かって喋るの？あ、そう、ほん、あの、でもその いるだろう場所っていうか、私がいた場所にはちゃんとあの、うん、いてくれるの。あー、そうなんだ、うん、そう、まこちさんが言ってたもんみたいな。すごい楽しそうだった。私と全く同じ動きをしてくれるね。へえ、そう、代役で来てくださる方がみんないて、すごい楽しかった。すっごい最高でした。ありがとうございます。本当に。ああいう役もいいですね。嬉しい。いいね。でもああいう、なんかわちわちしたのも楽しそうです。うん。そうだね、うん。そういうのやりたい。ね。次。はい。好きな映画。お、映画ね。でも最近おうち時間増えたから見てるでしょ、うん、見てる見てる。うーん、何が好きかな。でも実話の話とか結構好きかな。 見ちゃうね。絶対泣けるよね、ああいうの。ノンフィクションが好きなんだね。ノンフィクション好き、はい、うん。でもね、ファンタジーもね好きなんだよね。いや、いいよね。もうなんかさ、何も考えずにこういう世界あったらいいなって思いながら。思う。え、何が好き？ハリーポッター。ハリーポッター好きだよ。ハリーポッターとかファンタジーもう本当は最高ファンタジー。うん、あとは、うん、私アバウトタイムかな。あ、いいよね。わかる？うん、もう大好きだよ。なんかタイトルは英語でアバウトタイムだけど、なんかなんでアバウトタイムなのかっていうのをこう考え出したら止まんなくなって、うん、はあ、なんか時間についてってこう簡単に訳してはいけない映画だなというか、なんか愛しい時間とかなんかいろいろ違うなみたいな、なんか見ると見るごとにこうなんて訳すかな自分だったらって考えながら、うーん、すごい時間大切にしようと思うよね、あの映画見ると。そういう類の映画大好きですね。ね。うん。あとはなんだろうな、最近はすごいあの止められたんだけど、プリズンブレイクとか見始めた。うん、ああ、プリズンブレイクね。へえ、あれ、脱獄の話だった。そうそうそう。いや、そういうの面白いよね、絶対。面白い。でもね、シーズンがすごい長くて、見切れるかった。うん、ああ、そうだよね。シーズン5ぐらいまであるんだっけ。いや、そうなのよ。で、また夜更かししちゃうと良くないでしょ。今ならできるよ。頑張って朝早く起きて見るっていうことを心がけてみる。うん、どう、マリエって他に何かおすすめある？うん、私はね、映画、うーん、なんだろうな、何が好きかな。うん、泣ける映画で言うと、うん、好きだね。あ、いいよね。ベタだけどさ、すごい好きだね。いいよね、いいよね。うん、確かに。なんか、なんだろう、美しいもあるし、なんか映像美もすごい楽しめるし。うん。うん、いいよね。あと、ウェス・アンダーソンさんっていう監督のシリーズの作品がすごい好きで、なんか絵本の世界みたいなのね、うん、全部。なんか衣装とかも、世界観も。なんかそれがね、好きで、DVD 持ってるんだけど。
あとは、まあ、ジブリ好きだね。全部好き。ジブリ。いや、ではいいよね。いや、ジブリはいいよね。中でも私は耳を澄ませばが一番好きなんだけど。耳を澄ませば好きなんだ。うん、好き。あれを中学生の二人がやってるって気づいたときに、嘘でしょって思ったもんね。うん、え、あ、声優さん？あ、違う違う。二人が、主人公、あの、天沢聖一と、中学生ってなった時に、うんうん、あれみたいな。だからもっと大人だと思って見てたから。嫌なやつ、嫌なやつのやつだよね。そう、嫌なやつだね。一回見たことある。大好きでも。言われる。あと、思い否定ポロポロって知ってる？あ、好き好き。私も好き。いいよね。うん。あれ見るとバナナとか食べたくなるよね。食べたくなるよね。パイナップルも食べたくなるよね。食べたくなる。うん。次。世界の料理で何が一番好きですか？はい。スペイン料理が好きですかね。いや、わかる。大好きですね。ヨーロッパの料理って美味しいよね。スペイン料理本当に好き。でも、あんまり海外はいろんなとこ行ったことないけど、からあんまりわかんないんだけど、韓国料理とか本場で食べてみたいなって思うけど。ああ、いや、韓国料理は本当に美味しいよ。そうなんだ、やっぱそうだよね。味付けとか日本とどう違うんだろうってすごい思うかも。なんか本場の方がやっぱ本格的な味するね。確かに、うん、超美味しい。スペインとかですね。スペイン料理はなんかなかなか作れないからね。なんかそうだね、シンプルな調理法なんだけど、すごいだからこそ難しい。うんうんうん。じゃあ次ですね。あ、てかもうあと3分、あと2分だ、あと2分ね、これさ、どうやってやる？もう最後まで質問答える。ね。じゃあもう、渾身の、じゃあ、ラスト1個にして。ラスト1個どうしようね。あ、じゃあ、これ結構深いから最後にいいかも。人生で一番大切にしていることは。ね、待って、答えられない、その時間で。一番大切にしているもの？大切にしていること。こと、ちょっと待って。でもやっぱりあれかな、笑ってることはすごく大切だなって。もう一番か分かんないけど。そうだね、うん、引き寄せの法則だね。それはそう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 、引き寄せの法則、うん、法則。大切にしていること、でもね、なんだろう。まあそういうのもあるよ。もちろん笑顔を大切にしてるっていうのもあるけど、私はね、あの、何でもね、嬉しいことがあるとすぐ両親にね、電話する。ああ。もう両親中心の生活。うん。なるほど、ね。そんな感じ、もう一番。大切にしてることは報告ね。そう。世界一大切な二人。素晴らしい。大丈夫かな？来ない。いや、走り走りで答えちゃったけど。大切にしていること。はい。あとは？あと？あと、もう一個ぐらいいけるか。あとなんだろう。でも結構意外と全部ここにあるもの。あ、お気に入りの曲ベスト3だって。じゃあこれで最後にしよう。うん、オッケー。曲？曲？でもお気に入りの曲か、私最近何聴いてる？じゃあ最近のでいいよ、最近ので。お家で聴く曲ね。うん。お家で聴く曲はユーミンさんの海を見ていた午後っていう曲が好きです。お、いいね。あとは、うーん、なんだろうな、桑田佳祐さんの明日晴れるかなっていう、あれ、ああ、だったっけな、曲とか。いいね。あと、なんだろうな、でもなんか朝聴いても夜聴いても心地いいっていう曲が好きかな。ね、なんか平井大さんとかもよく聴いてるイメージ。うん、ね、平井大さん大好き。あるよね、聴いてるよね、うん、私結構夏メロばっかり聴いてるな。夏メロね。そう、中山美穂さんの世界中の誰よりきっととか。聞いたことあるかな。いや、絶対ある、絶対あるよ。絶対あるか。広瀬香美さんのロマンスの神様とか。うんうんうん。へぇー。おー、そうなんだ。ゆうこちゃん、落ち着いてるんだ。
あとは、あの、なんだろうな。あ、ボニーピンクさんのアーパーフェクトスカイとかすごい。素敵だよね。そう、大好き。夏メロ大好き。こんな感じかな。あとはハロプロ中心。そうだよね。しゃべくりでもやってたもんね。もうそれはずっと聞いてる。DVD 見て、こうやって。素敵な名曲たちをありがとうございます。教えてください。はい、ぜひ、後でちゃんと LINE します。うんうん。あれ、またおもちゃの音しました。そう、プピッとか言って。こんな感じで。うん。答えれました。そうだね。本読んだり、まあいろいろおち時間、皆さんと一緒に。私は最近この、萌えちゃんの本が届いて、これ読んでる。これね、萌えちゃんはね、もうほんと、美容詳しいからね。いや、そうなの。これめっちゃ勉強になるからね、みんな読んだ、うん、教科書だよね。いや、ほんとに、すごい良かった。チェックします、私も。ぜひ。ということで。私たちの共通の友達。ということで、なんか繋がれて、こんな時期だからこそ繋がれてとっても良かった。ね、嬉しかった、うん。本当にありがとう、一緒にやってくれて、コラボ。ありがとうございました。本当に嬉しかったです。みんなのコメントちょっとね、時間なくてあんまり、ね、あの、ピックアップできなかったけど、そうだね、見てました。過去とかちゃんと見てて、私もこんにちはとか、うん。このなんか絵文字を送ってくれる人が多いんだね。そう。スクショタイムお願いします、最後。あ、最後？スクショタイム？ゆうこちゃんです。え、違う。ゆうこちゃんです。はい。あ、これコメント消せるのわかんない。消せないか。消せるのか。はい。はい。アーカイブは残せないのでごめんなさい。わかりました。では、